スモーキージェイル解除。ダメ押しは俺がキセルを構えて気を入れた瞬間の反応のなさ。15分、私はそっと煙をすり抜け自由に動き回る予定でした。その誤解をつき、あなたの仲間を静かに始末していく。あなたを、下手な陽動だな。矛盾してるぜ。私はあなたがもっと優秀な兵士だと思っていました。ありがとう、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 やろう。サンキュー、バイバイ。早い、こいつは大事に捨てておくよ。よう、てめえか。エスパーはシュート、どこやった、こら。なあ、命をもらう。レオル様、全然連絡取れなくなっちゃうしさ。私も女王を目指して旅しちゃおーっと。いやー、ビーゼフ長官大変。足が動かんのだ。こっちは一刻も早くこんなとこ逃げたいの。地下に財宝がうなるほどあるんだ。自由に出入りできるのは私だけ。おいや、おそらくアリが生物兵器という絶好の口実になったんだ。捕まってたまるか。絶対逃げ切ってやる。あとは宮殿に戻り、現状を把握し王の元へ。宮殿にいる者の位置、状態を知るのです。煙の人、あなたが結界を解除しなければ、分身を扱うあなたならばよくお分かりでしょう。さらに私が結界の外から声をかけたとしても、いくら私が外であなたの仲間を撹乱しようと、所詮はもぬけ。それが発覚し、あなたが真実を知った時に、この姿の私にはあなたに抗う術はもうなかった。直前の大爆発で心がブレたのでしょう。残念です。そのモラウが極度の緊張状態の中、プフとの神経戦に臨み、それは偶然の産物によってのみ生じたのではなく、当初の読みが甘すぎたことを無意識下では感じていたのだ。モラウの老獪な戦場での処世術が、本物の拳は俺に触れれば確実に分かる。西棟2階にピトーとあの娘、ヒナと兵隊槍1匹、そしてビゼフ。しかし、なぜそばの敵はピトーを攻めない。うお、ここはすげえ、敵がいっぱいだ。ヒーフーに、あと変なとんがり頭のデブ、敵味方不明。あ、王がいない、一体どこに。わざと隙を、奴が俺に打ち込みやすいように。ようやく気づいたか、マヌケ。ぶっ殺す。オーラの爆発、あの条件付けがなかったら切れて突っ込むとこだった。お前は一旦分身に混じって現状でやるべきことをちゃんと考えろ。くそ、考えるな。集中力変えて手に負える相手かよ。それ以上こっちへ来るな。あなたが声を発しなければ私は彼を仕留められた。そんな一か八かはごめんだ。それがまるで彼女に危害を及ぼすかのような口ぶり。一旦、俺は銃弾を終えたらゴンとこ戻る。お前らは。ゴンはああなったらテコでも動かねえから。あんな悲しそうな顔をしてたんだよ。お前には関係ない、黙ってろ。風下か。
鱗粉を使って人を操るんだろう。そこから一歩も動くな。そんな娘のために。王のためだ。私が閉じ込められている間に一体何が。直接王の行方を聞けば警戒され口止めされてしまう。それだけのこと。掴んだ。爆発を操作するあの感覚だ。あのクズ、ゴミ、腐れカスが、それを肉体で表現するのだ。そして己の現状に。念能力の使用が不可能となる瀬戸際まで来ていた。一秒でも長くあがいてやる。モラウの疲労が深刻なレベルに達したからでもあった。なのにくそ。文字通りの限界はユピーの破産よりも早く訪れた。一言お前に言いたくてな。どう見ても死にかけの小映えだぜ。抱いていた感情は敗者への称賛であった。きっちりやらなきゃな。けじめっつうのか。今のこいつならやられてもいいかって。やつは俺が突き刺そうとした瞬間に消えた。消えたのに刺せた。させたのに見えない。奴らの仲間に自分だけじゃなく仲間も透明にできる奴がいて。奴がもう一度剣を振り上げたら俺だけでも逃げなきゃ。ナックル、もう逃げも隠れもしねえ。俺が相手だ。むちゃくちゃだな。交換条件にすらなってねえ。こいつを消せば話は別だ。ナックル、ふざけんじゃねえぞ。今までのもらうの、シュートのナックル。血に染まったモラウの姿がシュートの姿と重なり。俺と勝負。やなこった。待てこら。そいつの能力瞬間移動じゃねえんだろ。てめえらみてえな雑魚ども、何度来ようが俺が蹴散らす。いつでも来い。その時は対等だと思ってやる。戦いの中で敵から教わった念能力の深淵。奴らを糧に溜めた怒り、なのになぜだ。これは成長なのか。ユピーには分からなかった。早く旦那を。行けお前だなら。あいつを駆除する標的としては見れないっす。ならもうないじゃないっすか。王がタクトを振れば奴らは悪魔にでもなるさ。この甘ったれを殴らせろ。会長の使いから連絡があった。パームは。いやまだ。そうか、強いな。まだやることがある。ここは戦争兵器の実験場じゃよ。なぜ戦う。は？わしのことを何も知らんだろうが。戦局が読めぬほど凡庸な指し手には見えぬ。わずかながら生かすに足る人間がいることを知った。今矛を収めるなら許してやらんでもない。そいつは立場上
聞けねえ相談だわな。ここで何が起きたかを説明するようピトーに迫っていた。ゴンが話を聞くことに集中するよう仕向ける狙いである。ゴンに際立った変化はない。自らの意志で敵とそこから出ていった。ファインプレーですピトー。残りの7分の6で王の元へ。負けを覚悟の戦いか。ならば世の行為はむしろ強力だと言っておく。左では何もしないクズが全てを持っている。平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を。初めのうちは力と恐怖を利用することを否定しない。しかし生かすべきものを守るためだ。こいつは厄介だな。忌憚なくローンを交わすために過ぎぬ。どちらにも傾きうる。我々が望むのはただ一つ、危険生物の速やかな駆除。そこは君、専門家に我々がどうこう言えん。批判は全てハンター協会がかぶれということですな。お互い大変だな。少々時間をください。事情も話しておきたいですし、というわけです。果たして本当に王のためになるのか。ユピーは自身を重ね、ピトーの機微が理解できた。愚問だな。うん、それだけのことだろう。一刻も早くこの場から離れるための。いい技だ。立ち筋が見えぬ。それでも座れと。放たれた土器は王の器量としては、その方が世と交わすことが叶うのは言葉だけだ。待てよ。自分の名を知りたくはないか。今はの言葉がお主の名だったそうだ。やる気になったかね。殺さず気の済むまでか。まあ